アーサー・ゴアは、イングランド・リンドハースト出身の男子テニス選手。ウィンブルドン選手権で、男子シングルス3勝、男子ダブルス1勝を挙げ、同選手権の歴史を通じて、最長期間出場選手の記録を持つ人である。ゴアは1900年に創始された男子テニス、国別対抗戦、デビスカップの第1回大会に参加した選手としても知られる。 1908年のロンドン五輪でも活躍し、室内競技で男子シングルス、男子ダブルスの金メダルも獲得した。フルゲームはアーサー・ウィリアム・チャールズ・ゴアという。彼はアーサー・ウェントワース・ゴアと記載されることもある。ゴアは1884年からウィンブルドン選手権に出場し始め、男子シングルスには1888年に初参加した。 1899年に初めてチャレンジラウンドの決勝に進み、大会前年度優勝者、レジナルド・ドハティへの挑戦権を得たが、初めてのオールカマーズファイナルではドハティに6から1、6から4、3から6、3から6、3から 6, から6で敗れて、準優勝になる。ようやく1901年に、コアは2度目のチャレンジラウンド勝者として、 レジナルド・ドハティとのオールカマーズ決勝に4から6、7から5、6から4、6から4で勝ち、34歳にして、ウィンブルドン男子シ,シングルス初優勝を達成した。しかし1902年のオールカマーズ決勝では、大会前年度優勝者のゴアは、チャレンジラウンド勝者のローレンス・ドハティに4から6、3から6、6から3、0から6で敗れ、2連覇を逃した。その後、 ゴアはチャレンジラウンドで次のチャンスをつかめない時期が続いたが、1908年のチャレンジラウンド決勝でハーバートローパーバレットを破った。この大会には前年度優勝者のノーマン・ブルックスが出場せず、オールカマーズ決勝が行われなかったため、この段階でゴアの7年ぶり2度目のウィンブルドン優勝が決まった。1909年、ゴアはオールカマーズ決勝で、 女子アリッチーを破り、41歳182日で最後の男子シングルス優勝を果たす。これは今なお、ウィンブルドン選手権の男子シングルス史上最年長優勝記録として残っている。デビスカップの第1回大会は1900年8月8日から10日にかけてアメリカマサチューセッツ州ボストンにあるロングウッドクリケットクラブで開かれた。 アメリカ代表選手は大会創設者のドワイト・デイビス、マルコム・ホイットマン、ホルコム・ウォードの3名で、イギリス代表選手はアーサー・ゴア、ハーバート・ローパー・バレット、アーネスト・ブラックの3名であった。ゴアはホイットマンとのシングルス第2試合に敗れ、第3試合のダブルス戦でアメリカチームの勝利が決定した。その後、ゴアはデイビスとの第4試合を戦ったが、試合は デイビスの9から7、9から9で打ち切られた。その後、ゴアは1907年と1912年のデビスカップに参加した。ゴアは第1回のデビスカップに参加した後、キャリアで唯一の全米選手権出場記録も残している。この大会では、チャレンジラウンド準決勝まで勝ち進み、常次年に7から9、6から1、6から0、2から6、 二から六のスコアで競り負けた。1908年のロンドン五輪ではテニス競技は通常の屋外競技に加えて室内競技の2種類が実施された。アーサーゴアが男子シングルスと男子ダブルスの金メダルを獲得したのは室内競技部門である。男子ダブルスではゴアはハーバートローパーバレットと組んで金メダルを獲得している。ゴアは 屋外競技にもエントリーしていたが、こちらは単腹とも棄権した。この変則的な方式の大会では、屋外競技は男子シングルス45名、男子ダブルス21組で優勝を争ったのに、対して室内競技は男子シングルス10名、男子ダブルス5組のみの戦いであった。室内競技は1912年ストックホルム。 五輪でも実施されたが、ロンドンとストックホルムの2大会のみで廃止された。1914年に勃発した第一次世界大戦により、ウィンブルドン選手権は1915年から1918年まで開催が中止された。終戦後の1919 19年に選手権開催が再開されると、51歳のアーサー・ゴアも大会に復帰した。 彼はシングルスでは1922年、ダブルスでは1927年までウィンブルドンに連続出場を続け、初出場の1884年から数えて40度の最長期間出場記録を残した。この記録はテニス界のギネスブックにも掲載されている。最後のウィンブルドン出場から1年半後、アーサーゴアは1928年12月1日に60歳で、 指揮した。ありがとうございます。